畜専属野菜ソムリエの石橋和子です。今日のお料理はズッキーニの塩エビナムルを作ります。材料です。こちらズッキーニ、大きいものですと半分、小さいものですと2本用意してください。こちらは網エビです。分量外のお塩と、あとごま油、七味唐辛子か、こちらの唐辛子、あとニンニクのすりおろしたものを用意してください。それでは切っていきます。ズッキーニは薄切りにしてボウルに入れます。分量外のお塩を入れてしばらく揉んでおきます。10分ほど置いて少し水分が出てしんなりしてきたら、キッチンペーパーで水分を拭き取ってください。はい、10分ほど置いて少ししんなりしてきました。これでキッチンペーパーで水分を拭き取ります。あと今日のズッキーニはちょっと大きいので千切りにしていきます。切ってますとまた少し水分が出てきますので、キッチンペーパーで軽く押さえてください。この中にまずニンニク、あと唐辛子ですね。ごま油です。これをよく混ぜ合わせます。よく混ぜ合わせたら最後にこちらの網エビを入れていきます。よく混ざったら盛り付けていきます。ズッキーニの塩エビナムルです。